2400。はい、サポートお願いします。2350。ちょっと映ってない。いい、もっとね。はい、じゃあです、顔をこちらに向けてください。様子はどうですか？いつも通り。顔見せてね。まあ、じゃあちゃんとしっかり食べて、チモシチモシのプレートも、レグンチもたくさん出てます。はい、血の顎。やっぱりもう触るとこの辺がやっぱちょっと腫れてるね。私最初は分からんかったけど、この間思ったんだけど、私が今ここにこっちに行けるね。こことこちらと触ってみます、ね。でも咀嚼っていうか、ちゃんともぐもぐ食べてくれてるんですよね。もぐもぐ食べてるんですよね。はい、動いてますね。はい、じゃあ顔こっちにしようか。はい、ごめんね。ちょっとテーブル開けた方がいいのか。これは、はい、お口の中ちょっと見せてね。肩を押さえててね。よいしょ、OK。はい、まあまあかな。もうちょっと赤みが欲しいけど、まあまあピンク色しますね。はい、今度は問題の中。やっぱりまだいいストマークが触れる。まだちょっと触ってみますね。はい、はい、この写真ですね。顔をこっちにしてもらっていいですか？で、その後に足の裏を見せてもらうからね。はい、これと、はい、じゃあ 1,2,3 足裏。ここはどうですか？いい感じになってきてる。あ、だいぶつけてるね。赤みがなくなってるね、こっちは。ごめんね。ここら辺、まあ、ちょっと赤いとこもあるけど、いつも通り。この子のさ、床は何になって、なんていうの？床、普段いるとこの床はどうなってますか？あの、フォームカーペット。カーペット、フォームカーペット。フォームカーペットって何？あの、下はフォーム、上はカーペット。普通にしてフローリングの上にカーペットが引いてあるってことじゃない？フローリング床の上にカーペット。あ、普通のカーペット、あ、ブラッグ、あの、あ、スルスルの滑り止めのやつ、滑り止めの、あの、ブロックタイプのやつじゃないですか、ホームセンターとかで。それはでもかじんないの、この子？かじって食べたりしないの？そのカーペット。かじない。かじらない。あ、普通に普通にガシャガシャして、はい、ウェットガシャガシャ。
遊んで、はい、さあじゃあ 100の1分でこっちにしようか、こっちにしようか、こっちからやるわ。一緒にしてくれる、あの向こう行って、さっきのあの足の裏を見せる、あ、うん、はい、じゃあちょっとこれでお願いします。お腹とそれからかかとそれから顎、ちょっと待って、はい、で、あの茶色いラクサトンは、まあ、なんだっけ、あのラクサトン、茶色いやつ、はい、持ってます。 2.4cc が、2.5cc が2回、うん、はい、よし、じゃあこのうつ伏せにしていいよ。セットされました。1分で上がってみて、はい、いいですね。はい、じゃあちょっとだけ軽く溶かしてあげてください。まあじゃあすごい元気だったら、じゃああの粉薬はもうやめましょうか。で こっちだけ、こっちはやってください。こっち、うん、まだあげ、うん、はい、一回、うん、あの粉薬一番好きな薬あの匂いはメープルでしょ。そう、うん、ここだと、あ、食べた、はい、普通に床に、え、そんで食べるの？はい、ほんと？はい、ここだと違う、場所が違うから食べないんだよ。うーん、ね、うん、ね、えー、熊さんじゃあもうここであげちゃおう。ねえ、ごめんね、お家とは違うからさ。これで薬を止めて、でもラクサトンだけは 2.5cc を2回ね。茶色の。茶色のやつね。はい、で、あの足の裏は、あの、あ、はい、もちろん、あの毎晩。あの白い粉ね。この子さ、呼吸が早いとかそういうのはないの？うん？呼吸、息が早い。ああ、うん、いつもじゃなくて、あの、地下鉄大嫌いだから。うん。チクチクチク。あ、地下鉄とか乗ってくると、はい、早い。でも、あの、飛ぶの時、お家では早い。ないんですね。うん。あの、地下鉄飛ぶ、普通にちょっと、ゆっくり。はい、わかりました。じゃあ、まあ、それでちょっと観察して、薬やめちゃうから、それでどうなったかまた1週間ぐらい先にちょっとお腹触らせてください。 OK、 いいですか？1週間後 OK、 はい、じゃあここに移しましょうか。はい、ごまちゃん、もうごまちゃんだけど、見た目は若いけどさ、7歳だからさ、7歳ですね、7歳過ぎてる。だけどパッと見は全然若いですよね。毛もふわふわしてるし。うーん、それはだけ、ね、ただまあとにかく胃が触れるのは良くないからさ、それでまあちょっとこれを続けてほしい。
で、あと呼吸が落ち着いてたら一回薬を止めて、でも呼吸が早い、心臓大きかったじゃないですか、この子、レントゲン取ったら。だから、はい、もしお家でさ、普通にリラックスしてるのに呼吸が早いんだったら、また粉薬やった方がいいと思います。普通に、リラックスそう、リラックスしてる時にも、ね、家でリラックスするのに呼吸が早かったら、それはやっぱり良くないからね。OK です。はい。じゃあ、一回粉薬を止めて観察してくださいね。はい、すいません。